予報センターから台風8号に関する最新情報をお伝えします。今後の進路になります。23時現在の推定値になりますけれども、台風8号ですが足摺岬の南の海上にあるといったような状況となり、強い勢力で西北西に25キロ進んでいます。中心気圧は970ヘクトパスカル、最大風速は35メートル、最大瞬間風速は50メートルです。九州を横断するような形で、6日火曜日の15時から18時にかけて、九州の北の方に抜けていくと、そんな流れとなりそうですね。もう少し詳しく見ていきたいと思いますが、台風8号ですけれども、6日午前3時には宮崎の東の海上にあるんですけれども、6日の午前6時には宮崎県内の方に上陸しているものと予想されています。ですので、こちらの方ですが、午前4時から5時頃にかけて宮崎県内に上陸する可能性が高いという形で見ておいてください。今回のこの台風ですけれども、急に雨風が強まるといったような傾向を示しています。こちら23時現在に皆さんからいただいている風のリポートなんですけれども、特に宮崎県内の方、ピンク色のマークがありますが、こちらの方は急に風が強まってきたといったようなリポートになっています。またこちら雨の様子ですけれども、23時までの間、こちらの方もですね、宮崎県の沿岸南部、また四国の西の方になりますけれども、ザーザーからゴーといった激しい雨のリポートが届いてきています。こちらの方ですが、雨雲レーダーの方で、台風の雲の様子を重ねてみますと、これからですね、活発な部分がさらにかかってくるといったような状況となっています。ちなみに宮崎市の方では22時24分に最大瞬間風速 21.6 メートルを観測しています。これから雨風ともに強まるてくるような状況となりますから、厳重な警戒が必要と、そういった状況となりそうですね。特に深夜帯、夜遅い時間となりますから、特に雨風ともに強い時間帯、空の外を移動しての避難は危険な状況となります。避難勧告が出ているようなところでは早めの避難が必要と、そんな状況となりそうです。